はいどうも皆さんこんにちはみぐまですえ今回はですね帰ってきた粘土道をもう一度買ってきましたなのであげていきたいと思いますそうですねやっぱりどうしてもちょっとカニボーイが欲しくてですね前回さくらちゃんとカエルちゃん2つだったのでこれはちょっとカニボーイのためにと思って買ってきたのでまた3つあげていきたいと思いますよろしくお願いしますそれではまず1つ目ですねでもちょっと振った感じ全部 重さが違うような気がするんですよね。よいしょ。では、一つ目、開けていきたいと思います。カニボーイっおやったやった、カニボーイだ。やった、めっちゃ嬉しい。なんか入ってんなあ、これね。はいはいはい。この人ですね。前回調べたんですよね。片桐仁さんですね。 はい、カニボーイ出ました。やったー。めっちゃ嬉しい。カニボーイ。で,では、次、開けていきたいと思います。よいしょ。よいしょ。次、まあ、なんでしょうね。DS カメ LL とかが出てくれれば。はい。なんだこいつは。なんだこいつは。メガネゴン。メガネゴンメガネゴンかな なんかきもキモいな。じゃんはあまあ説明書いてあるんですけどね。へ、えー、メガネゴンカニボーイの説明も気になりますね。最後これもなんか振った感じ違うような気がするんですよね。 買ってから振ったんですけどねあの。お店の時に振りながらやるとちょっと怒られる可能性があるので皆さん気をつけてくださいね。自分は買ってから振って確かめましたね。よいしょ。最後ですね。はい。それでは、なんでしょうか。でんう,んうん。うんんんギリのスジンクス。また携帯型か。 カメ LL 出なかったなちょっと欲しかったなじゃん何でしょうねギリのスジンクスってスフィンクスじゃないんですねスジンクスなんですねスジンクスへーはいそれではちょっとね開けていきたいと思いますじゃあちょうどねここにあるスジンクスから開けていきたいと思いますよいしょはい これがスジンクスです。んお、ここが、あ、ここがカメラになってますね、携帯の。へぇ。シンクスもカメラですね。あ、なんか日付が書いてある。見えねあ見え。やめた。1月23日ですね。なんか日付は何の意味があるのかわかんないですけど。ここがカメラになってますね。で、ここが動くのかなあ、動きますね。足が動いて、 足っていうか下ですね。下の部分が動いて、このようにですね、ボタンが出てきますね。こういう形態昔ありましたよね。なんかスライド形態みたいな。あで、ここ電源なんですかね。へえよいしょ。あ、ここの足ですね。足のところが、ここの肘みたいなところで、ちょうどこう止まるように、ロックされるようになってますね。へーあ、よくできてる。すごい。こんな感じですね。 これ目かななんか目みたいなのが足のところにありますね。はい。これがギリのスジンクスですね。スジンクス。はい。カメラで,です。はい。続いて、メガネゴンですね。発音はちょっとメガネゴンなのかなメガネゴンなのかなちょっとよくわかんないんですけど、開きたいと思います。よいしょ。よいしょ。 メガネ出てきたあすごい。なんかメガネ入ってますね。紙製の。紙ですよね、これ多分。紙でできたメガネが入ってます、ちゃんと。へえあ、メガネ入れがなんかこうなっちゃったよみたいなデザインなんですかね。ちょっと閉まらないな。閉まって閉まった。はい。なんかちょっとおじさんみたいな顔してる。ちょっとかわいいですね、こいつ。半身気持ち悪いな、なんか。ミイラみたいになっちゃってる。 何なんだろうこれちょっと読んでみますかね最初の方だけじゃんある日ジンディが目を覚ますと自分の眼鏡がないじゃないか裸眼のまま必死になってジャングルの道具とを探すこと5年やっと発見したのが玉虫色に輝く今回の これ出土品ですかメガネゴンだへえ。ちょっとよくわかんないですけど。なんかメガネをなくしてしまった人が、裸眼で必死になって洞窟を見つけたら、出てきたのが、これということで。おっさんみたいな顔してんな。なんかここ、色ある。なんだろ、これ。ケツがあります、ケツ。おっさんですよね、これ、なんか。 <laughs> ちょっとかわいいですね、これ。はい。メガネコンです。ギミック的に口が開くぐらいですかね。最後ですね。カニボーイ。いや、カニボーイめっちゃ欲しかったんですよね。まあでも、カメの DSLL でしたっけ ?DS カメ LL もちょっとすげえ欲しかったんですけど、まあ今回カニボーイが出たので。じゃん。わー、すげえ。カニボーイって書いてありますね。これ多分シールですね。で、ここボタンはちゃんと。 造形されてます、ね、ボコボコしてまますすねボボココし懐かしいな。これありましたよね。ゲームボーイですよね、これ。あ、ここなんかちゃんとつなぐのがある。うわ、懐かしい。なんかしかもちょっとこれ顔みたいになってるカニも。え、全部顔みたいになってるのかな、これ。このシリーズ。へーちょっと怖い。でも色が好きなんですよね、この青色のカニの。ギミック的には開くだけですけどね。 ええー、カニボーイいいなあかっこいい。色、色味がすごい好きなんですよね。このカニボーイの。このカニをゲームボーイにしようっていうアイディアがすごいですよね。素晴らしいですよね。名前もカニボーイとなんかこれそのままなんですよね。へ <laughs> えー、やったー。嬉しい、カニボーイ。ここちゃんとカセットを入れるとこがありますね。目が4つあるんだ。へえ。 えーおしゃ、おしゃれではないですけど、ちょっと、いいですね、これ。えー、いいなどんどんカニ DS カメ LL が欲しくなっていきますね、これ。えー、どうしようかなまた買っちゃおうかなあと出てないのがですね、このサイフォンってやつと、DS カメ LL なんですけど、ちょっと欲しいなはい、ということでですね、今回3つ買ってですね、かぶりなしのですね、 えとスジンクスとカニボーイとメガネを出ましたね前回買ったやつとかぶってないので今回は非常にいい引きだったんじゃないかなと思います、えー、以上ですね帰ってきた粘土道パート2の動画になります、えー、この動画ですねいいねやコメントお待ちしておりますまたですねツイッターもやっているのでフォローの方よろしくお願いしますでまたですね今ちょっとクロノがですねえっ、ー、と自分とのラジオ みたいな企画をしているので、もしよろしければですね、まあこんなことをやってほしいとか、まあこういうのをやったら面白いんじゃないみたいなのがありましたらですね、まあ動画のコメント欄、僕か黒野の動画のコメント欄でもいいですし、まあどちらか、どっちもツイッターやってるので、ミグマか黒野のツイッターにですね、ちょっとリクエストみたいなのを送っていただけるとありがたいです。それでは以上、みグマでした。 Bye-bye.